本日はセレクトバイベイクルーズさんに、お買い物にお邪魔しました。これからちょっとショッピング楽しんでみたいと思います。スニーカー沼にはまらないように。なるほど。これとかもかっこいいですね。やっぱ無条件に刺繍物はやっぱりテンション上がりますよね。虎年なので次虎のものに目が行きがちな。秋元さん、スニーカー多いですか普段？スニーカーも履きます。普通に革靴も。革靴も履きます。革靴もスニーカーもブーツも。唯一サンダルだけ履かないかな。あー、なるほど。そう、あのミタスニーカーズの国井さんがディレクションしてる新しいスニーカー業態のヘリンボーンっていうコーナーなんですけど、スニーカーといえばね、ミタスニーカーさん、まあ、上野行ってましたよ。有名ですよね、うん、ベイクルーズの、まあ、メンズもレディースもいろんなブランドあるんですけど、うんうん、まあ、そこの、まあ、総力を結集したじゃないですけど、うん、各ブランドで仕入れてるものをここに凝縮してるみたいな。なるほどです。プラスここ用の仕入れもあるので結構レア物が見つかるんじゃないかと。なんか並びとかも面白いですね。このメゾンのスニーカーもあって。そうなんですよ。こういうクラークスみたいなのとかもあって。わかる、バリエーションいっぱいあります。ちょっとティンバーランドとか気になりますよね今ね。今いいですよね、また、うん、結構ボリュームあるスニーカーというか靴はいいですよね今。アーシックスもサロモンもまだ手を出せていないサロモン。あ、本当ですか。サロモン僕も履いてますけど、やっぱなんだかんだで履いちゃいますね。みんなね履いてますもんね。履いてる人増えてきましたよね、うん、今日とかバンズですけど、ローテクな感じがお好きなんですか。そう、だいたいねバンズが多いです。こんだけあると困っちゃいますね。これだけ見せられるとちょっとなんか買いそうになりますよね。常にね頭はね買い物をねつい買っちゃうみたいな、うん、なんかこの辺はなんかやっぱりついにちょっと欲しいなみたいな感じですよね、うんうんうん、サンバね。アディダスのそういうちょっとローテクな感じもいいですよね、うんうん、最近。そう、結構やっぱり一気に足元で今っぽくなるからちょっとやっぱり気になってはいるんですよね、うんうん、けどあんまりスニーカー沼にはまらないように。なるほど。してる、そうそうそう、してるからちょっとこう。なるほどね。スニーカーとか特に割と買いやすい値段のが多いからついつい買っちゃうんですよね。そうそう、ここはメンズとレディース両方のサイズが揃ってるよりかはメンズの方が、メンズとレディース両方あります。はい、ちょっと後でいくつか履いてみたいです。ありがとうございます。やっぱりサンバですか。そう、なんかあんまりバンズから浮気しない派だったんですけど。あ、本当にバンズ一筋だったんですか。そう、結構バンズでもやっぱりこう街で履いてる人やっぱすごいじゃないですか。そうですね。なんか一気にコーディネートがなんか今っぽく見えるなと思って。ついに浮気ですか。うん、ちょっと浮気しようかな。なんかナイキの流れがずっとありましたけど。そう、ありましたよね。久しぶりにアディダスもいいと思います。もともとローテクっぽいのは好きなので。お似合いです。ありがとうございます。やっぱ今っぽくなるよね。いい感じです。うん。欲しいな。この辺の囲いの内側がノアっていうニューヨークのブランドで知ってます。あ、ご存知ですか。うん、もちろん。結構コーナー展開してるんですね、しっかり。そうなんですよ。靴もコラボってことですよね。これはコラボですかね、うん、けど久々にちゃんと見るかも。結構こういうのもあるんですね。可愛いですよね、うん、ちょっと夏用のツイードみたいな。へー、まあ、そういうフーディーとかカジュアルなウェアもあるんですけど、ちょっとこう、まあ、さっきのツイードだったりとか、うん、まあ、こういうのとかもね、しっかり、はい、ショットですか、ね、うん、ライダースといえばちょっとトラッドなマインドがあるブランドなんで。これとかもすごい可愛い。配色もおしゃれ。なんかフライトジャケットでその色合いないですよ。うん、やっぱいいですね。襟付きなのも着やすそう。こういうのもちょっと気分ですよね。うんうんうん、なんか全部欲しいけど。あれです。白黒チェック好きなんで。この囲いの外側は、うんうん、メンズとレディースといろいろミックスしてますね。でセレクトって感じ。はい、
ちょっとメンズがメインですかね、うんうん、はい、ちょっとゾーンによってテイストが微妙に違う感じです。でこっちはデニムっぽいのが多いんですね。はい、もう本当に多種多様なデニムを取り揃えてます。これはエディフィスタグがついてる別注みたいな、エディフィスのプライベートレーベルみたいな。このパンツはそれも今ご覧になったトップスと同じ。あ、一緒だ。はい、へえ、いいですね。タタマスっていうレーベルです、うんうん、本当にリーバイスもあればこういうのもあったりとか、まあ、それこそエディフィスとかジャーナルサウンドオリジナルのデニムがあったりと か、 なんかここはもう本当に垣根なくいろんなものをこう名前の通りセレクトして置いてるお店なので見応えというか選びがいはあるかなと。めっちゃありますね。なかなかこんなにいろんなデザインのデニムバッて見れることってあんまないですよね。確かに、なんかデザインものはデザインものになっちゃうし。そうですよね。なんかリーバイスみたいなオーセンティックなのはね、オーセンティックなものでって結構なっちゃいがちですもんね。うんうんうん、すごいすごい。あそこのコーナーも気になるんですよね。ここちょっとウィメンズ？ここはそうですね、少しウィメンズの、もともとはそのウィメンズでやってるものを、はい、ここは中心に置いてますけど、シャツとかニットとかご覧いただく結構オーバーサイズなんで、うんうん、もう本当にジェンダーレスに着ていただけるものもあります。面白い。このボディが着てる T シャツも気になる。微妙なこのシアー感が、シアー感ね、いいですよね。あのクタクタになった古着の T シャツとかにあるような、この T シャツとかは逆にもともとメンズ側で仕入れてるものなんですけど、はいはいはい、このマネキン自体はもうなんかちょっとこう女性なのかメンズなのかどっちでもいけそうな T シャツ気になります。このスカジャンもやばいっすね。これが東洋のスカジャンですかね。へえ。虎年なので次虎のものに目が行きがちな、あっていうあのどうでもいいインフォメーションなんですけど、そう。これは何かの縁ということで着てみようかな。ってぜひぜひスカジャンもっとバリエーションご用あるので、うんうん、ぜひ後でご覧になってください。ありがとうございます。この辺のジュエリーはどんなものが揃ってるんですか？こっちのショーケースのものは、うん、もう本当に現地で買い付けてきたナバホのジュエリーになっていて、逆にこちら側は、うん、ナチュラルインスティンクトっていう日本人の方がやってるんです。あ、日本のブランドなんだ。はい、自然、その山とか川とかそういうその自然のものにインスパイアされてデザインをされてるみたいなんですけど、なんかいい意味で日本人らしくないというか、ないです、ね、うん、デザインがすごく魅力的なブランドです、ね、確かに。これもなんかちょっとツートーンっぽくなってるんですね、ネックレス、このボールが。そうですね、うん、これちょっと見てみたいかも。はい、どちらですか、ね、この細いのかな。細い方、うん、これちょっと長さが違うんですよね。長い方でいきます。はい、ありがとうございます。デザインが面白いです。面白いですよね。普通シルバーですもんね。はい、つけて大丈夫ですか？あ、もちろんもちろん。いいですね。あ、うん、いいですね。これから特に薄着になってくると思うんで、ね、ジュエリーはやっぱいいですよね、うん、で長さが2種類か。はい、これがちょっと長い方ですかね、うん、短い方かな。ありがとうございます。はい、ありがとうございます、はい、考えます。この辺りもヤバそうなものがたくさん。この辺りはどういうブランドのラインナップになってるんですか？この辺はもう一応メンズが中心ですね。ベイクルーズのエディフィスっていう、はい、まあ、ちょっとこうクリーンなブランドと、はいはい、まあ、ジャーナルスタンダードっていう、はいはい、まあ、ちょっとカジュアルなテイストのブランドのアイテムを中心にミックスしてるコーナーですね。このジュエリーはどこのジュエリーなんですか？これはブルーバーナムっていう、海外のブランドですね、うん、これちょっと後で見たいっす。ありがとうございます。これね、ホワイトシャツのブランドですよね。あ、さすが、ご存知ですか。そう、ここもすごい気になってて、いつもいいですよね。そう、白シャツ専門っていうストイックさも込みでかっこいいですよね。そう、で、これね、ここも可愛らしいですよね。そう、これインドのブランドですね。へー、カーティックリサーチ。インドだ。はい、ちょっと進んだらいろんなブランドが出てくるっていう。値段が、この辺は見た目よりもお得に感じるような。ああ、ありがとうございます。もうちょっとしそう、かわいいですね。デニムとか奥のダックのやつとか解体系はちょっとだけお値段するんですけど、うん、シンプルに刺繍を生地に売ってるシリーズは確かにちょっとお値打ちかもですね。でもこれも解体系っていうけど、それでも10万円台いいですよ ね。これもすごいかっこいい。本当に
雰囲気ありますよね。雰囲気めっちゃある。なんかこういうのってなんかこう派手になりすぎちゃって普段着れないみたいなのだと意味がないけど、バランス感もすごいいいかも。素敵で、ちゃんとジルサンダーもありますよみたいな、こういう、まあ、ジルサンダーみたいなこう、うん、クリーンなものに対して、あのさっきのインドのブランドみたいなちょっとこう手仕事っぽいものを合わせるとか、うんうん、そういうミックス感を楽しんでほしいなって。でテーラードもあり、この間にこのサッカーシャツ挟んでるの面白いですね。ヴィンテージのものを、それもあのバイヤーが現地で買ってきたね。なんかただカチッとスーツを並べるっていうよりかは、なんかこうそういうものをあえて合わせちゃうとか、うん、ちょっとファッションの面白さってそういうところにあると思うので、そういうミックス感を大事にしてます。めちゃくちゃおしゃれな。この辺はレディースのコーナーになってるんですよね。そうですね、かわいい。この辺があとはザニームっていうレディースのヴィンテージデニムを扱ってるブランドですね。女性はね、もうデニムね、もうみんな人気ですもんね。これだけのバリエーションで見れたら楽しいですよね。確かに。でこの辺はもう少しセレクト。そうですね、またここもちょっとレディースが中心にはなるんですけど、この辺りは普段ジャーナルスタンダードのレディースのバイヤーを担当している方がセレクトしているアイテムが中心になってます、うんうん、かわいいですよね、ここはね。おしゃれ。圧巻のマルジェラコーナーだ。わかる、圧巻ですね、こんだけ揃ってるとこんなちっちゃいサイズもあるんだ、今。それかわいいですよね、うん。なんかレディースのお洋服もご覧になったりするんですか？レディースもね、結構見ます。メンズにないような、なんだろうな、やっぱりデザインのものとかは結構ウィメン、あ、トレンドっぽいものもね、ウィメンズのものの方が早いですね、多いかなと思ってて、見てて楽しいですよね、レディースの洋服って。そうですね、取り入れるときには意外とちょっとルールがあります、うんうん、なんか合わせがメンズ合わせのものを買うようにしてるとか、うん、なんかレディースのアイテムばっかりで合わせないとか。でも全然メンズでも着れそうなセレクトですね、うん、結構セレクトだと洋服だけじゃなくて、もう本当にライフスタイル全般の、まあ、ご提案をしたいっていうところで、はい、こういう本だったりとかインテリアに関連するものもご用意してます。結構インテリアとかこだわります？インテリアね、一応ね、一応こだわりはあります。ああ、すごい、こういうとこもそれかわいいですよね。うん、かわいいねボーリングにハマってた時期があって、おおボーリングのモチーフのものを集めてた時がありましたっていう、なんか意味がわからない話ですね。何かしらルーツに関連するものが先からあります、ね、うん、確かに。結構写真集が中心にって感じですかね、なんとなく。ですね、うん、そんな感じですね。あのポストっていう、うんうん、恵比寿にありましたっけね、あの本屋さんがこの、まあ、キュレーションに入ってくださってるみたいで、かなりセンスのいいセレクトになってます、ね、こうやって棚に並んでる感じが可愛いですよね、うんうん、確かに。ファッションとしてなのね。ファッションとしていろいろ見れて楽しいですね。ありがとうございます。この食材も可愛い。やっぱりそれが気になられました。そう、やっぱりいいですね。これで L サイズだ。 L サイズ、なんかすごいルーズっていう感じでもない。確かに、なんか海外のブランドあるあるですけど、うんうん、独特なサイズ感というかパターニングですよね。ちょっと無条件に刺繍物はやっぱりテンション上がりますよね。いいですよね。結構キラキラだけど同系色だから割とすんなり着れそう。なんか刺繍物ってレディースで多いイメージですけど、うんうん、なんかメンズでも取り入れやすいデザインなんじゃないかと。めちゃくちゃ欲しい、普通に。まだ2年ぐらいの新しいブランドなんで取り入れてる方も少ないんじゃないかと。でこの生地のシリーズは一点物みたいな、その方だけです、うんうんうん、はい。その解体してリメイクしてるシリーズはあとデニムのものぐらいですかね。へえ、ほほほほ、やっぱりいいですね。虎男として中は白虎でいいじゃないですか。このワントーンのやつはおしゃれに着れていいですよね。そのなんか白というかシルバーというか色合いいいですよね、うん、裏側のね、だいぶ雰囲気変わりますよね、うん、
ちょっとシックというか、うんうん、な感じになりますね。いいな、お似合いです。ありがとうございます。で他にももうちょっとラインナップが、はい、結構バリエーションがあるのでお好きな色と刺繍が見つかるんじゃないか。こういうとこもうちょっと中綿感が、そうですね、ものによっては、うんうん、綿があるやつないやつは、キルティングとかね、はい、ちょっとなんかダメージっていうかヴィンテージ加工っていうか生地の風合いはやっぱりいいですよね。ちょっとウォッシュドがかかった感じの、うんうん、こういうねベトジャンみたいな、はい、こういうのも着やすいですよね。迷うな。今のところ欲しいものいくつぐらいありますか。欲しいものも結構あの数にやめてます。なんかほどほどでいきましょう。いやほどほどにいけないな。多いですね。これもちょっとご覧になってたブルーバーナムっていうロンドンのブランドですかね。なんかメンズでもしてる人増えてきましたよね。いかがですか。めちゃくちゃ欲しいです。不揃いな感じ。そうそうそう、なんかバランス感がやっぱりなんかそのインポートのデザイナーズっぽい感じしますよね、うん、バランスがね。いいですよね、均一なものよりなんかメンズでもつけやすそうな。メガネも結構なラインナップなんですね。結構圧巻ですよね。アイシンクっていうあのベイクルーズのメガネの業態がありまして、はいはいはい、ここがアイシンクのコーナーになってますね。はい、虎ノ門のセレクト用のアイテムもあるみたいです。メゾンのアイウェアとかもしっかり揃ってるんですね。そうなんですよ。本当に達したような仕入れになってますよね。ここのためのスペシャルでサビルローっていう、はい、イギリスのブランドのものを特別に入れてたりとか、はいはい、カルティエのアイウェアって基本的にこうお洋服の並びとかで受けないらしいんですけど、ここは特別に置いてるみたいです。すごいですね。結構すごいと思います。見応え抜群です。こういうとこもかっこいいですね。おお、それはどちらですか。読めない。似合います。いや、お似合いですよ。そう、なんか内側に血が効いててね、かっこいいですね。あとね、やっぱミュウミュウね。ミュウミュウも最近いいですよね、うん、メンズもめちゃくちゃチェックしてます。勢いありますよね、うん、オフランウェイ見てると結局ロイブのこういうのとかね、ちょっとこのパンチがあるやつとかも気になりますよね。強そうですよね。すごい立体感です。確かに、でも可愛い。意外とつけると割とシンプルかも。うん、ざっとお店をすごい回らせてもらったんですけど、すごい見応えのあるラインナップだったので、もうあの各ブースごとにもう欲しいものがたくさんあって、ちょっとまだまだ見切れてない部分も多そうなので、もう少しこの後もお店チェックしてみたいと思うので、皆さんもぜひ、そうですね、洋服に限らずライフスタイル雑貨だったりアイウェアだったりお買い物を楽しみたいという方にはとてもいいお店になっていると思うので、ぜひ足を運んでみてもらえたらなと思います。で、僕はまたもう少し買い物に行ってきたいと思います。